2008年ベルギーグランプリは2008年 F1 世界選手権第13戦として2008年9月5日から9月7日にベルギースパで開催された。正式名称は2008フォーミューラ1 ING ベルジャングランプリ919293スパフランコルシャンサーキットを得意とする狼、キミライコネンがトップに立った。序盤で接触があり、 フォースインディアのジャンカルロ・フィジケラは緊急のピットインを強いられ、早くもこの時点で大きなハンデを背負うことになったが、この時点ではリタイアはなし。ライコネンはレースをリードするが、ハミルトンと争うことになった。レース終盤に雨が降り出し、残り3周のバスストップ試験員をカットしながら、ハミルトンがライコネンをオーバーテイク。一度はライコネンを前に出すも、 ハミルトンがその次のラソースで再びトップに立つ。滑る路面でその後も、この二人はコースを外しそうになりながら、激しい争いをするが、残り2周、ライコネンはコースのウォールに突っ込みリタイア。これにより2004、2005、2007年に続くスパ、フランコルシャン4連覇の望みは絶たれた。レースは、なんとかハミルトンが優勝し、マッサがそれに続く2位。 3位には残り2周でピットインしタイヤ交換を行った BMW ザウバーのハイドフェルドが入った。同様にルノーのアロンソもウェットタイヤに変更して4位につけた。トロロッソのセバスチャンブルデーは一時は表彰台を狙える位置にいながらもウェットタイヤに履き替えた BMW ザウバーに抜かれ7位に転落。 それでも開幕戦オーストラリア GP 以来となるポイントを獲得した。ハミルトンはトップでチェッカーを受けたが、レース終盤でのライコネンとの攻防が問題視された。結局レースタイムに25秒加算のペナルティを受け、ハミルトンは3位に降格、ポール・トゥ・ウィンを取り消された。これにより、ハミルトンとマッサのポイント差が2ポイントに縮まった。 このペナルティにはマクラーレンが抗議したが順位は変わらず、ポイントリーダーのハミルトンと、それを追うマッサのポイント差は2に縮まることになった。またトヨタのティモグロックが8位でフィニッシュしていたが、こちらもハタ中に他社をオーバーテイクしたとして9位にダウン。レッドブルのマーク・ウェイバーが8位に繰り上がった。ありがとうございます。